外へ出られたようだね。私のことは心配無用だよ。ここの生活はなかなか気に入ってる。脱獄はこの瞬間から看守に気づかれるまでの間が勝負だ。またいつかどこかで君に会えることを祈っているよ。なんだ、何があった？こちらには連絡がまだ。脱獄でしょうか？まさかな、この監獄から脱獄しようなんて無謀なやつ。伝令、伝令！何か？はっ、東棟独房区画より脱走者が出た模様。囚人番号は急ぎ確認中。捜索の応援をされたし。なんと、急ぎ東棟の連絡通路を封鎖しろ。グズグズするな。はっ。やはり間に合わなかったか。まあそなたであっても鍵となることに間違いあるまい。すまないが、しばらくの間付き合ってもらうぞ。Thank you.
わめくことなく魔弾の呪いを受け入れるとは、その姿、さしずめ赤の王といったところか。そうだ、心を落ち着けて、そして感じるがいい。ギフトは理解したか。そなたにとって不幸なことに、運命の輪は回り始めた。その力で落ち延びるがよい。私の名はアプリリス。またまみえることになろう。おそらくこっちだ。ですがこの通路は先ほど通達にあった。つべこべ言うな。絶対に逃がすんじゃないぞ。クリムゾンライン。ここで一息つこうか。行け！
いたぞ！あれって本当に217号でしょうか？あの姿と雰囲気はまるで。構わん、どっちにしても確保だ。しまった、飛び込んだぞ。無事にこの地下を抜けられるとは思えんが、水路は町の運河につながっている。念のために捜査官を編成しろ。自分ではない何者かになる、そんな夢を見たことがあるだろうか。その夢の中で私は考える。これは自分なのか、自分ではないのか。夢が現実なのか、現実が夢なのか。バルドゥークの冒険を通して私がたどり着いた答えはひどく単純だ。どちらでもいいではないか。どちらが真実なのかではない、どちらも真実なのだ。いずれをも肯定して受け入れ、そして未来を生きていこう。そう、監獄という名のゆりかごで私は真実という名の夢を見たのだ。アドル・クリスティン著、バルドゥークの檻、本文より。ここが監獄都市として名高いバルドゥークの町か。ローマン帝国の属州で最大の監獄があるって話だが、都市と言われるだけあってかなり大きな町みてえだな。見ろよアドル、入り口で検問みたいなことしてるぜ。元盗賊の俺としちゃあまり近寄りたくない場所だが、野宿が続いたし久しぶりに宿屋のベッドで寝たいよね。ま、監獄があるからこそむしろ町の治安はいいって噂だ。とりあえず話を聞いてみるとするが、いつになったら入れるの？ん？なんだお主らは。見たところ旅行者のようだが、町に入りたいなら荷物の検査を受けてもらわねばならんぞ。ずいぶん物々しい様子みてえだが、何かあったんですかね？うん、何かあったも何も、この町は最近怪人と名乗る怪しい奴らが出没しておるのだ。怪人？少し前にも猿お偉方が行方不明になる事件があってな。どうせあの忌々しい連中の仕業に決まっとるわい。まったく、なんだって俺が赴任して早々に。ふん、よくわからんがなんか事件があったみたいだね。ベルガー監獄長。なに？それは本当か？よし、囲め。おいおい、こいつ。赤毛のお前、冒険家のアドル・クリスティンだな。ふん、つい先日本国から貴様の手配書が回ってきたそうだ。アドルの手配書だって？真顔で答えやがった。シラを切っても無駄だ。呪われし精錬島からの帰還、アトラス洋における艦隊消滅事件、最近では講和直後のアルタゴ公国に出入りしていたそうだな。各地で報告された奇怪な現象の参考人として身柄を確保させてもらう。
まさかこんなところまで手が及んでいるとはな。おとなしくするなら手荒なことはせん。バルドゥーク監獄まで同行し。ベルガー監獄長。おお、シャトラール殿か。すまんが今ちょっと取り込み中でな。その者の身柄でしたら我らがお引き受けしましょう。うん、だが貴殿らは確か市中巡察の途中では。それが先ほど繁華街で怪人が出たと通報がありまして。何、怪人どもが。怪人、さっき言ってたやつか。一体何のことだ。ええ、怪人出現の際には監獄長にまずご一報をということでしたので。それを先に言わぬか。それではこの場は我々がお預かりしても。もちろんだ、あなたなら何の問題もない。恩に切るぞ。守備隊全員集合せよ。これより本守備隊は予定を変更して怪人の捕獲に向かう。今日こそあの目障りで機械な連中を監獄にぶち込んでくれるわ。捕獲した者には俺からの報奨として金貨10枚を約束してやるぞ。おお。さてと、アドル・クリスティン君。聖国騎士団の団長を務めているシャトラールというものだ。以降見知り置きを願おう。聖国騎士団、あの聖国教会の組織なのか。それが何だってロムン帝国の連中と一緒に。ご覧の通り、ロムンの守備隊と共同で町の治安維持に努めている。守備隊をまとめているのが先ほどのベルガー監獄長だ。ここでは守備隊の長が監獄長を兼任することになっている。君の処遇は監獄長が話した通り。このまま我々に同行してもらうぞ。アドル、なんて速さだ。壁壊しのドギ君か。30点、落第だな。何、君はまだロムンに手配されていない。ここで二人揃って捕まるのは得策ではないと思うがね。てめえ。アドル、85点、さすがに冷静だな。目が覚めたようだな、217号。なんだ、よほど騎士団の奴らにこっぴどくやられたのか。見ての通り、ここはバルドゥーク監獄の独房だ。お前に与えられた囚人番号は217号。よく覚えておくんだな。おっと、勘違いするなよ。目が覚めたばかりのようだが、ちょうど囚人たちは食事の時間でな。おとなしく表に出ろ。くれぐれも怪しい真似はするなよ。このバルドゥーク監獄は昔の要塞だけあって、中の構造は複雑だ。俺たち監守だけでなく、ロムン軍や聖国騎士団の連中も常駐している。脱獄なんてのは絶対に無理だ。希望は捨てることだな。ああ、分かればそれでいい。いいか、ここには他の囚人もいるが、死後は厳禁だ。席がそれぞれ決まっている。217号の席はあそこだ。困りますよ。いいからよこしやがれってんだ。
今から鉱山で刑務作業なのにこれじゃやる気が出ねえだろう。そこを配慮してやろうという優しい気持ちがお前にはないのか。それを言うなら私だってちゃんと食べないと。話のわからねえやつだな。こうなったら力ずくで。いやこいつ。うわ冷てえ。おい何事だ。163号と212号またお前たちか。申し訳ありません。大げさだな。大したことやってねえだろ。おや163号、あなたのフォークはどこですか。はあ、食器のフォークをどこにやったのかと聞いているのです。今のどさくさに紛れてどこかに隠し持ったのでは。ああふざけんな。ここにあるに決まって。あれねえな。今の騒ぎでどこかに。怪しいな。163号、身体検査を行うから来い。おいまだ飯食ってねえよ。そこの新入り、貴様わざとやりやがったな。無視するんじゃねえ、この野郎。覚えてろよ。そこは左だ。さっきも言ったが、この監獄はもともと要塞らしくてな。特に地下の古い区画は俺たちや騎士団すら把握しきれていない。迷い込んだが最後、二度と地上の光を拝めないって話だ。それにしてもいきなりやらかしてくれたな。あの163号に目をつけられるとちょっと厄介だぞ。やれやれ、お前も十分面倒なやつだと聞いちゃいたが。いえ、俺もついてないぜ。頼むから俺が担当の時は面倒事は起こさないでくれ。特にこれから会うやつの前ではな。失礼します。連れてまいりました。遅い、ありえぬほど遅い。さっさと入れ。ここからは中にいる人間の指示に従ってもらう。お待ちかねの尋問の時間だ。囚人番号を言え。番号も覚えられんのか。217号、アドル・クリスティン。聞き及んではいたが、本当にこのようなヤサ男とはな。冒険家と名乗るからには屈強の大男を想像していたが。ええ、発言していいのはこちらが許可した時だけだ。調べではこの7年間にわたり冒険と称する活動を行ってきた。足跡を残した地では超常的な現象や事件が多く報告されており、いずれも公には伏せられているが、幻覚や妄想の類では片付かないという。魔法、幽浴人、錬金術、古代種。ありえぬ、ありえぬな。私には貴様の妄言に尾ひれがついたとしか思えんが、ここではお前に拒否する権利はない。質問には全て答えてもらうぞ。その場合どういう目に遭うか貴様も想像くらいつくだろう。無駄なやり取り、無駄な時間、私がこの上なく嫌うものだ。一つ目の質問だ。217号、貴様の乗った船は沈没もしくは漂着することが多いようだ。水夫や漁師ですらこれほど頻繁に水難事故に遭うことはない。潜入工作の手段だと疑う声もあるが、これに対する反論はあるか。本気で言っているのか。冒険とやらに身を委ねるあまり常識が麻痺しているのではないか。その土地古来の武具や品を入手することも多いようだな。だが旅立つ際に必ず手放しており、何者かと取引している疑惑がある。
ロムン本国および属州での冒険行為の場合、国益を損なう可能性が。ほら、着いたぞ。さっさと中に入るんだな。それじゃあな。おや、隣に誰かいるようだね。こんな場所ではお構いもできず申し訳ない。こちらの壁際に来てくれないか。あまり大きな声で話していると看守たちに注意されてしまうからね。ああ、それでいい。ずっと隣に誰もいないから退屈していたところだったんだ。君さえよければ話し相手になってもらえないか。君と同じ囚人だよ。名乗るのはやめておこう。理由はどうあれ、ここにいるのは名誉なことではないからね。私が捕まった理由はそうだな、詐欺と経歴詐称といったところかな。君はどうなんだい。それは私たちは気が合いそうだね。うん、冤罪で捕まったということはないかい。少し前までここに収容される者は罪名と氏名が公表されていたんだ。ところが5年ほど前からその発表を急に取りやめた。収容者が増えたこともあるだろうが、妙なところがあってね。もっと静かに。定期巡回の時間を忘れてたよ。この監獄ではああして監視たちが一定の間隔で巡回に来る。彼らの目に留まりたくなければ巡回時間には気をつけることだ。さて、監獄の朝は早い。我々もそろそろ眠るとしようか。以上で河南諸島の事変に関する尋問は終了とする。気象を操る古代の遺物ナピシテムの箱か。そんなおとぎ話など到底信じることはできんが、海軍からの報告と供述内容に矛盾はないようだな。それなら、うん、この数日間にわたる協力については感謝しよう。釈放については前向きに検討してやらんこともない。とでも言うと思ったか。真偽とは別に冒険と称する行為が無意に世を騒がせる可能性は高い。帝国領内における官庁行為の疑いも晴れたわけではないぞ。白々しいことを。このような突飛な話を信じろというには無理がある。一体何だって私がこのようなものの担当に。監守、217号はロムン帝国本国へ護送し、さらなる余罪を追及することとする。連れて行け。それでおとなしく護送されるつもりなのかい。
そうだよね。町に仲間もいるって言ってたし、こんな噂を聞いたことないかい？この通路の奥には監守すら立ち入り禁止の区域があるらしいね。なんでもここが要塞だった頃から存在する隠し通路だそうだよ。おそらく緊急時の脱出のためのね。君ならそう言うと思った。外へつながっている可能性は高いが、通路はかなり複雑みたいだ。異形の生き物たちが行く手を阻むなんて噂すらある。そう言いながらも自信がありそうだね。知り合って間もないが、君が座して運命を待つとは思えない。私に言われるまでもなく行くつもりだったんだろ。さあ、扉を開けるための道具は持っているはずだよ。よく思い出してごらん。外へ出られたようだね。ここの錠前を簡単に開けるとはなかなかいい腕だ。そんなつもりはなかったが、食堂では世話になったね。申し出はありがたいが、私では足手まといになるだろう。私のことは心配無用だよ。ここの生活はなかなか気に入ってる。脱獄はこの瞬間から看守に気づかれるまでの間が勝負だ。またいつか君に会える。乗っているよ。